こんにちは、ニコです。7月下旬になりました。ここ兵庫県の団地では最高気温が連日35度前後、最低気温も25度を下回らない熱帯夜が続いています。鉢植えにね、毎日毎日水やりが欠かせないですし、朝水やりしても出かけて夜帰ってきたらもうぐったりお花が水切れしてるなんてこともあります。ということで今回はアクアゲインを試してみたいと思います。アクアゲインっていうのは土とかね、肥料のメーカーのプロトリーフ社が作っている商品で、液体なんですけど、水に混ぜて鉢植えに水やりしておくと 2,3 日水が持つっていうね、そういう商品になってます。特に乾きやすいハンギングバスケットで今回ちょっと試してみましたので、ぜひご覧ください。アクアゲイン 300ml 入りのボトルを購入しました。原液タイプで水で薄めて使います。製品のウェブサイトを見ると、観賞用の植物栽培におすすめいたしますというふうに書かれています。つまりこれってトマトとか野菜みたいなものに使っちゃダメなのかなと思いまして、ちょっと念のためメーカーにメールで問い合わせてみました。すぐにお返事をいただきましたので読み上げます。本商品は高分子ポリマー配合の溶液を水で希釈して製造しております。高分子ポリマーの主成分はポリアクリル酸ナトリウムです。紙おむつ、保冷剤、洗剤原料などに使われています。植物が水分を取り込む際、高分子ポリマーが植物に取り込まれる可能性もございます。人体の健康を害するものではありませんが、野菜、果樹などへのご使用は万一を考えて推奨しておりませんということでした。なので今回野菜に巻くのはちょっとやめておいてですね、お花に与えてみようかなと思います。分量は水 500ml にアクアゲインの原液をキャップ3杯分混ぜるっていうことなんですね。ではやってみたいと思います。こちら2リットル入るじょうろです。でここに、水 500ml を測ってきました。きっちり測ったのね、入れていきますけど、きっちり測った割にはね、こぼしてるからちょっと減ったかもしれないですね。ここに、アクアゲインをキャップ3杯分入れます。軽く混ぜて、これで水やりしていきます。今回ちょっと乾きやすいハンギング3鉢に与えて実験してみようかなと思います。ただね、3鉢に入れようとするとよく考えたら 500ml だといかにも少ないので、もうあと 500ml 入れて、1リットルの水に対して、アクアゲイン6杯という分量でいこうかなと思います。まずこちらですね、黄色のミリオンベルと、薄紫というか青紫のスーパートレニアカタリーナの寄せ植えです。ヤシマットのバスケットなので、かなりね、水はけが良くて乾きやすいものになってます。4月に植え込んだんですけれども、コンポストの動画の中で植え付けをしたものになります。こちらにね、さっき作った、アクアゲイン入りの水をあげています。普通に水やりしておきます。はい、2つ目ですね、ジニアとか、観賞用の唐辛子、テラスライムあたりを植え込んだ、スリットバスケットのハンギングバスケットです。
これもですね、かなりたくさんの植物を一鉢に植え込んでいるので結構乾きやすいんですね。もうだいぶ水が枯れてきてます。はい、で3つ目が、スーパーチュニア、テラスメープル、それからヘリオトロープ、ブライドパールを植え込んだものです。はい、水やりから丸1日経った朝です。水切れで弱っているっていう様子は特になくてですね、元気にしてます。土の表面はしっかり乾いて白っぽくなってるんですけど、土の中の方はですね、少しまだ土の色が濃くてわずかに水分が残っている感じですかね。はい、スリットバスケットの方も大丈夫です。特に水切れしていないです。この前日は晴れで気温が34度まで上がって、夜も結構暑くて熱帯夜だったので、乾きやすい状況だったとは思うんですけれども、丸1日ちゃんと持ってますね。こちらのヘリオトロープブライドパール、この小さい白いお花ですけれども、これは結構水切れしやすい植物っていう印象なんですが、今のところ大丈夫です。はい、続いて水やりから36時間1日半経った夕方ですけど、水切れしてますよね。このスーパートレニアが結構ダラーンってなってます。で、土の様子を見てみると結構やっぱりパラパラパラーっと乾いて、乾いてます。はい、でハンギングですね、こっちのスリットバスケットも結構かわいそうな感じで水切れをしてます。ちょっといたたまれないものがあります。しなだれてますね。もう花もダラーンってなってます。こっちはスーパーチュニア結構乾燥に強いのでなんとか持ちこたえてるっぽいですけど、テラスメープルももうちょっとギリギリな感じですね。ヘリオトロープはダラーンとしてます。これはもう応急処置としてとりあえず普通の水を与えて一晩置きました。ってことで2日持ちませんでした。もう1回パッケージよく見るとですね、夏は、濃度を2倍から3倍にした方がいいというふうに書かれてましたので、今度は濃いめの溶液を作って、もう1回与えてみようと思います。ということで、水 500ml にアクアゲインをキャップ6杯、1リットルであれば、キャップ12杯入れるということで、先ほどの2倍の濃度でやってみたいと思います。2日間開けた後の状態を見てみたいと思います。こんな感じでちゃんと水が持ってるようです。しおれずにちゃんと保たれてますね。この丸2日間、ほとんど晴れでした。最高気温が35度、36度、そんな感じだったのでかなり乾きやすい状態だったとは思います。で、途中1回通り雨がさっとかかったので、完全にカラカラな状態で丸2日っていうことではなかったんですけど、2日持ってくれたら上々かなと、すごいなというふうに思いました。で、この後は普通の水やりを続けていくと普通の水でも持ちがいい状態っていうのはしばらく持続するんですけど、少しずつポリマーが抜けていって2ヶ月ぐらいで効果がなくなるそうです。はい、ということで今回はアクアゲインを試してみました。なかなか便利だなというふうに思ったんですけれども、これねちょっとホームセンターであんまり売ってるのを見かけない商品です。
あとは石油由来のね化学樹脂っていうこともあって、やっぱり環境負荷とか考えるとどうなのかな、あんまりね頻繁にこう常に使うっていう使い方はあんまり良くないんじゃないかなっていうふうに思いました。ただここぞっていう時にねピンポイントにこう使えるお助けアイテムみたいな感じで、使うのはありなのかなっていうふうに思いました。参考になったっていう方、ぜひ高評価それからチャンネル登録で応援いただけると嬉しいです。ではまた動画でお会いしましょう。さようなら。